こんにちは。こんにちは。これは何ですか？こたつを買ったんですか？あ、これですか？そう、これはこたつ買いました。え、めちゃめちゃあったかい。ちょっと俺も入っていい？はい。なんか前回のこたつは、うん、水でびちょびちょになっちゃってなくなっちゃったのよ。なくなっちゃ、溶けちゃったの。そう、で、結構安いやつを買ったんですけど、うん、めっちゃいいやつ。なんか見た感じ、下のカーペットのもう一緒のやつなんだよね。いいやつ。4万円ぐらい、これで。これも1個みたいな。そう。ああ、でもまあまあまあ、そんくらいかけた方がいいよね。そう、で、しかもなんか白くてさ、結構いいね。そうそう、え、動画的にもいいかな。いい、いい、あの、透明なやつよりね。そうショーツ取りやすいからね。そう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 、下が反射するっていう。そういうムズ机で撮ったムズ机、あっちにもあるんですけど、だから確かにこっちの方がいいね。これマジですごくて、うん、切った瞬間に寒くなるの。うん、逆に言ったらつけるとあったかくなるの、めっちゃ。じゃあ速攻性があるの。速攻性め、なんかこたつって結構時間かかるイメージあったんだけど、うんうんうん、すごいっすからね。え、どんくらいさ、うん、え、何段階いけんの。え、めっちゃいけんじゃん。めっちゃいける。俺買ったんだけどこたつ、もうオンとオフしかないから。あ、やばいよ、やばい。ちゃんとしたなって切ってまたつけて。最悪だ、体かゆいみたいな。暑すぎ。すんないから。すごいね、段階で言ったら7段階ぐらいありますね。ギアじゃん、チャリのかなり。すげえすげえすげえ、すごいでしょ、マジであったかいでしょ。で、見て見て見てほしいのが、見てて、なんかそうそう、これ今ショーでしょ。うん、うわーい、すごっ。うん、で、これを今、冷たくなってんだけど。寒い寒い、今これを。え、しかもさ、すぐあったかくない。マジですごい暖かいです。こういう感じでやらせてもらってるんで、結構あったかさ的にはいいかな。あったかさ的な改善はされたんだ。はい。突発性難聴のさ動画がさ、はい、出たじゃん。出ましたね。記事、ネットの記事もあったし。ありがとうございます。そんな、ね、ネットの記事もあっていただいて、写真がさ更新されてるよね。うん、いいね。え、なんかこういうやつ多かったから、うん、なんてトークライブで言ったんだっけ。言った。やめてくださいなんでみたいな、うん、え、変わんの、変わって言ってみるもんだなって。俺でも韓国でぼったくられたやつの写真、うん、まだコカ・コーラの時の。え、嘘。なんか、あ、でもオールナイトのやつじゃないじゃん。オールナイトのやつじゃない。なんか変わった、更新はされた。もう一回言わないと。もう一回言ったらまた違いましたって。あ、それも違います。別のやつがいいですって。俺はもうあれでいいんで、今後あれにしてください。あれいいよね。結構見てなかった人も見たんかな、うん、みたいなさ、久しぶりに、ね、そうだね、ふわっと見てた人が結構がっつり見たとか。知り合いからも連絡来ました、大丈夫ですかと。ああ、その、うん、あの動画見たよって。そう、高校の友達からとか来て、うん、いや全然大丈夫ですみたいな感じで返してね。ファンの人とかもね、うん、そのタイムラインとか見てると心配ですよね。そうだね。ただ俺嬉しかったのは、まあ、あの動画をこう撮ろうって思ったのも、うん、放置したら本当に聞こえなくなる人いるらしくて、はい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 、タイミングが遅くなるとね、長引くっていうね。そういう人もなんか本当に話聞いたこととかもあったから、うん、今日行ったら診断そうされて治療にすぐ入ることになりましたとか来てんの、はいはいはい、ツイッター。産んだ子とかもね、長引いちゃったからみたいな、ね、なんか言ってたから、あ、結構なんかその医療的な人もこれ、うん、結構認知が広まってすごいいい動画だと思いますとか、うん、あ、だったらなんか動画にしようかったかな、まあ確かにね、ああいう簡単に似た症状だったり。そう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 、まあまあちょっと自分もなんか症状若干違うかと思った人も、まあ調べてみて、もし該当してそうだったらね、診察に行ってみてみたいなことだよね、うん、まあね、その当然ちゃんと健康管理とかもさ、うん、まあ今年結構気をつけてて、うん、そういうのもあるとなんかちゃんと言うのもありなのかなっていう、まあ確かにね、なんかまあ心配かけすぎないっていうことにはなるんだけど、うん、え、薬はちゃんと処方されたの飲んでたのね。めちゃめちゃ飲んでますよ。すごい量で、めちゃめちゃ苦いからね、うん、なんかそれね、言ってたね。すごい。な、でもあのツイッターでさ、うん、あのカンタさんはあの苦いシロップみたいな、そう、もうみんな知ってんだよね。いや、なったことある人はあの苦いシロップやめてって。やばい、そう、やばい。あとね、マッサージがね、いいんですよ。うん、なんか口開けて
ここのくぼみを押すと結局むくみだったりするから、うん、ちょっと楽になるの本当に。そう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 。ここいいって言ってたわ、そういえば小顔の先生。あ、俺小顔のためにやってないよ。小顔の先生もここやって回すといいって言ってたよ。違う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 、普通に俺はガチなやつで。ガチなやつでね、むくみ取りでね。ああ、まあね、そのむくみ取りで言ったら一緒かもしれないけど、うん、小顔マッサージしてんな。そうそうそう、エコガンマッサージじゃなくて、うん、普通に健康のためにやってる。あ、そっかそっか。で、俺あれもやってるから、食事も最近ちょっとコントロールしてんだよ。うん、どうしてんの。え、なんか野菜食ったりはして最近。おー、いいや。発達したなーと思って。成長な。発達って何。いや、え、カンタ発達したなーって。発達って何思ったの。なんか成長じゃなく、人として成長じゃなく発達。いや、ここは成長ではないです。あ、そうなんだ。発達しましたね。へ、到底無理だと思ってたのよ、野菜を食うことが。まあまあまあ、確かにだいぶそこ壁大きいからね。その体のためにとか考え始めると、うん、そういうものも食べる幸せがあるわけじゃん。そう、ね、治るっていう、うん、俺はなんか美味しくてなんか、う、なんか味覚的なところだけしか見てなかったから、はいはいはい、こんだけ体にいいとする割にはそこそこ味もキープしてるのみたいな、うんうんうん、そのおじいちゃんの気持ち分かりました。うん、おじいちゃん、おじいちゃんってこういう気持ちで野菜食べてたの。いや、違うと思うよ、普通に歯ないから致し方なく。あ、いや、それも違うと思うわ。あ、野菜食えるようになった。それ全然もう今日も朝からネギと玉ねぎ刻んで、もりもり。へえ、大刻みして。昔だったら絶対嫌じゃん。もう絶対やだよ、朝からネギ食うとか。うん、え、罰ゲームよりも罰ゲームやって。それは誰も見てないのに。そうだね。うん、でももう今そうも思ってないわけでしょ。そうだね。ありがとう。で、ちゃんと食べなきゃっていう発達です。いや、成長ね。そうそうそう。お酒もさ、言ったらそのさ、酔うじゃないけど、まあ、ほろ酔いぐらいの状態がさ、うん、いいからみんな飲むわけじゃん、お酒も。そうだね。でもさ、お酒もさ、その状態になればいいわけじゃん。うん、でもいろんなお酒があってさ、なんか多分成分とかも全然違うじゃん。ああ、実はね。そうするとやっぱもう選ぶようになるよ。そっか、なんかこれはあんまり今体には良くないかなとか。そうだ、糖質とか見るようになったなっていう。糖質ってあんま取んない方がいいの。いや、まあ取りすぎない方がいいんじゃない。へえ、ランニングもしてるし最近。もうすごい、バン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 やってる。バンバンして、うん、バンバンサウナも行って。ああ、いいじゃん。もう今が多分人生で一番いい状態。ああ、いい人。みんなが心配してるようなことは今ないってことね。今ないっすね、多分。いいじゃん。俺もカンタのあの動画以降毎日夜と朝サウナ行ってる。去年のダイエットとか含めてかなり良かったと思う。まあそうね、そうなってってはいるんだろうね、うん、あと耐えるっていう、その、そういう。そうだね。ちょっとかスイッチ入ってるもん今。あ、ほんと。入り出し。え、つい何番ぐらい、こたつで言う。こたつで言うとこの2まで行った。でも2まで行った。だって俺カンタとあの動画、その病院に行く動画撮ってから、うん、ほぼ毎日そのこっちの家にいる時はサウナ。あ、いいね、サウナ入って、朝ごはんしっかり食べるようになって。へえ、1に戻る可能性もあるんですか。それ、まあ、0に戻る可能性もちょっとあります。ただ2の次7です。あ、そうなんだ。じゃあ怖いじゃん。怖いですよ。だからもう7になった時にもう戻れないんで僕。え、どう。ギアベル。でもあんま聞かない方がいいかな。誕生日には向けてってるわけでしょ。でもあの動画見返したらなんか3月って言ってた。それは無理よ。それは無理よ。3月って言ってたの。あれ見返したの。え、いつ。なんかさ、俺ら会話の中でなんかさ、誕生日で一番いい状態。え、俺はそれトミーから聞いたよ。で、なんかそんな話で俺もそうだよなと思ってて、30歳の時一番最高のみたいな。うん、それ俺その前のなんか動画なんかで、あ、言ってたかも。3月に腹筋ありますよねって言って。いや、マジであいつ本当そういうとこあるわ。自分ですよね。もうそう、3月なんで、あとそういうことなんですね。3月中ですか。いや、でもやっぱ YouTube3 月忙しいんで。いや、もうね、あと40日です。さ、本当そういうとこあんの。40日って、腹筋割りますって言ってんの。あれ、腹筋割りますって言ってた。テロップも残ってたわ。割るって言ってんだ。うん、なんか誕生日、なんか最高の形で誕生日みたいなのも言ってんだよね。あ、それは俺聞いたわ、トミーから。で、なんかそのタイミング以降は探さないでくださいみたいなのも言ってて、うん、でもなんか
3月で、俺7月26日だから、え、じゃあ3月から7月までずっと維持するってことになるよね、それ聞いてたか、その言ってた全部揃えると、うん、でもなんか、割ったらすぐさ、いなくなりますみたいな言ってるじゃん。え、じゃあ3月で割っていなくなって、7月でまた来ていなくなるシャトルランじゃん。3末来3いや、来3の方がきついよ、多分。来3もきついな。7で1回やっていくから、うん、5ヶ月プラス3は8ヶ月腹筋割になってるから、うん、だとしたらフィジーク出てほしいけどね。確かにね、存在やるんだ。4ヶ月間それキープするんだったんで、うん、3、7やって9のフィジークまでいったら、9にやる必要があるかね。7の9ぐらいじゃなかった。あ、確かに、ね、まあ、もうサワと同じ大会じゃなくていいけどね。何せサワと同じ大会、すげえな、そんな。あとあれもやっといた、あの昨日トミビデオでなんか募集してたじゃん。あ、募集してた。俺バンジーって一応送ってきてた、あんたが。あんたがバンジーで、なんかバンジーっていうのでグッてなりすぎて、トミビデオの動画なのに動画尺4分半だった。短っ。4分嫌な気持ちになっちゃってんじゃない。やばい、バンジーと腹筋すごいきてる。飽きてた。腹筋はやっぱで、それでは確認したの。あれ、そんな3月ってそんな感じだっけ。え、3月までにみたいな感じで来てる。もうすぐですよみたいな。大丈夫ですかみたいな。間に合いますか、3月ですよって言われて、ああ、いい、おい、あれって思って確認して、そうだ、3月だ、どうぞどうぞ、もうやだっていうことで、やっぱりもう苦しくなってしまって、地獄よ。いやー、もうその切り離し作業が起きてるから、後の自分が後の自分びっくりしちゃってるから。今だってね、腹筋と、あとなんか昔なんかタピオカ屋さんで俺バイトするわみたいな言ってたらしくて、俺マジでタピオカ屋さんでバイトするっていう課題もなんか残ってるマジで意味わかんないと思って、令和にタピオカ屋さんでバイトする課題もすごいわ。まあ、健康にもまあちょっとギアが入ってきたなっていうのは、いや、いいですよ、無理するもんじゃないからやっぱりね、無理していいことなんて何にもないから、うん、え、良くなってきてんの。あ、良くなってますね。でももう本当に日によってなんか違うのかな、徐々に良くなっていってるって感じなんで、まあ、こうね、そう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 、日で見るとだんだん良くなってる、うん、って感じかな、ね、夜はなんか血圧とかあんのかもわかんないけど、うん、ちょっと聞こえづらい時もたまにあるけど、うん、でも全然生活に支障が出ることはない。あ、そうなんだ。うん、あの動画撮った時よりはだんだん治ってきてるよ。あん時はよりは絶対良くなってるっすね。うん、まあ、まだ治りきってはないから、そう、薬をね、ちゃんと飲むっていうのがめっちゃ大切らしいんで、うん、まあそうね、だから病院もね、最後までちゃんと通ってくださいみたいな、ね、そうなんだよ、意見もあったからね。なんでね、うん、まあ、もしそういう症状の人がいたら、うん、だって耳が聞こえ辛くなるって結構、いや、もうね、だからね、早めに動いてみて損はないよね、うん、それはね、もう結構感じてるし、意外とこういう発信って YouTuber しかできないのかなとかも思った。まあそうね、なんかこう詳しくね、こうリアルな感じで自分の症状を伝えてみたいな、そう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 、言われたことを発信してみたいな、ね、ないからね、な気はするから、まあ良かったかなって思ってるっすね。意外としかもいるんだね、いるね、本当に違和感感じてましたけどね。びっくりした、意外とみんな、私もそれでじゃんと思って、だから本当にこの動画見てて、いつかね、そういう症状出た時とか動きやすいもんね、普通ね。まあ本当にだからそういう参考にもなったらいいな、うん、まあでもあったかくして健康に過ごしています。いや、マジでそれだけは徹底してるかな。え、野菜どうやって取ってるの。ウーバーイーツで、うん、なんか野菜ボールみたいな、あ、あるよね、あれ、サラダボールみたいなね。そう、あれ食ってる。生野菜食ってるの。なんかシーザーなんとかなんだよね。うん、それ味付けはね。そう、それいけんの。それで結構お腹いっぱい。生野菜食ってるの。いや、生野菜じゃないよ。生野菜じゃない、シーザー。生野菜じゃないよ、生野菜、生野菜とあと鶏が入ってるのかな。え、生野菜じゃない、生野菜、生野菜じゃん、野菜、違う違う、生かどうか聞いて。あ、いや、生じゃない、生じゃない。どっち、どれどれ、これ、これ、これ生野菜じゃない。まあ、
生野菜だろこれは普通。本当に生野菜と野菜ってこと。野菜ではあるよ。うん、野菜生かどうかを。じゃシーザーサラダやん普通に。王道のシーザーサラダって書いてあるやん。でもまあめちゃくちゃサラダじゃない部分が大きいけどな。そうなんだよ、それが困るんだよね。いやいや、それ選んでるでしょ絶対。ん、そういうところちょっと選んでる。でも本当に野菜、はい、野菜としては本当にしっかり野菜って、まあまあ、これで本当に健康。ああそうなんだ。まあ確かに。でもまあ鶏肉、タンパク質とってね、サラダで野菜とって、そう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 、野菜いっぱい。すごいね、でも生野菜食うってマジで。生野菜は食わんな、あんまり。さすがに健康に暮らさせていただいております。心配おかけしてます、本当に。いやいやいや、ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。